相変わらずくねくねしてますね、山野さん。死体発見時のこと。あれはそこの作業部屋で実習をしていた時のことでした。ふと気になって隣の作業部屋の前まで行ったんでございます。なぜですか？ なぜ何を気になったんでしょうね。覗いたのは扉についている小さな窓からでございました。すると、なんと男の人が死んでいるじゃございませんか。そんな窓からそこまで見えるもんなのかな。私腰が抜けてしまいまして、怖くて悲鳴を上げてしまいました。まあそれはありえるな。最初の気になってっていうのが気になるんだよね。一つ確認させてもらうが、あなたがいたという部屋は死体が見つかった部屋の隣だな。作業部屋 B。 刑務所内で作業部屋 B と呼ばれている方でございます。事件当日はずっとそちらに？はい、7時の点呼の後はずっとそちらにおりました。こちらの刑務所は1日に3回点呼がございます。午前7時と正午、午後9時の3回でございますね。その時にこの作業部屋の中も確認するのだろうか。その通りでございます。なるほど、7時の点呼で異常は確認されていない。まだ内藤の死体は作業部屋になかったということか。午前7時、正午、午後9時の3回、7時の点呼で死体は発見されなかったわけですよね。なるほどね。それじゃあ、犯行は7時以降に行われたことになるな。そうですね。ちょうど動物ショーをやってた時間ですね。動物ショーやってたのって何時ぐらいだっけ？ちょっと覚えてねえな。まあ、それがだいたい7時ちょい後ぐらい。8時とか。他の囚人は動物ショーを見に行っておりました。つまりアリバイがないのは動物ショーに行っていない人物。あれ？あなたですね。ということになるが、いかがだろうか、山野さん。確かにそうではありますが、私はただの第一発見者で。山野さんの証言には明らかな矛盾がある。まずはそれを追求していくとしよう。あったっけ？なんかあんまり覚えてないけど。あれはそこの作業部屋で実習をしていた。どういう、実習ってどういう実習でしたっけ？そのトリマーになるための勉強？実習というのはもちろん。はい、トリマー修行でございます。私、模範囚ですので。模範囚なんだ、あなた。微妙な主張をされてもらう。ふと気になって、隣の作業部屋の前まで行ったんです。まあ、模範囚なら、まあね、立派だと思いますけど。ふと隣の部屋、ここおかしいんだよな。さようでございます。ふと覗いてみたんでございます。なぜそんなことをしようと思ったのだろうか。そう言われましても、ふとそう思ったもので まあいいか。作業に集中していなかったということだろうか。いえ、そのようなことは私、模範囚ですので。ただ、他の囚人は動物ショーを見に行っておりまして、なんだかその、あれ？待って、おかしくないか？そもそも、ちょっと待ってね。なんだかその心細くなったんでございます。そんなさ、自由に出入りできるような部屋じゃないですよね、そういえば。確かに放課後の教室とか不気味ですよね。そう、それでございます。他の作業部屋には入れませんので。覗いたのは扉についている小さな窓からでございました。ちょっと待ってね。ふと気になって隣の作業部屋の前まで行ったってどういうことだ？この人はもともと作業部屋で実習をしてたんですよね。ってことは、その作業部屋を出ることはもちろんのこと。てか、まあ、もちろんのこと。てか、まあ、その作業部屋から出ようにも出れないはずですよね。あれ、ここじゃない？確かさ、扉にはセンサーがあるから、そう、警報が鳴るから、自由に行動はできないはずですよね。あなた、どうやって出たんですか？山野さん、下手な嘘はやめていただこう。あなたは自分の立場がよく分かっていないようだな。近くに看守ついてたのかな？立場でございますか。私は元新聞勧誘員で、今はペット用美容師の卵の。手首の腕輪なんだね。あなたは紛れもなく囚人だ。その腕輪がある以上は自由に部屋の出入りができない。外に出たら扉のセンサーに反応して警報が鳴っただろうからな。そうですよね。
そこはどうしたんですか？それは隣の部屋を覗いたというが、外に出られないのだから不可能だ。うお、そんな自由な行動はできないはずですからね。ヒューやるね、レイジ君かっこいいよ。まず1個目の嘘、あなたの信用性が下がりましたね。でもそれじゃあ山野さんは死体を発見できなかったのかな。でも事実悲鳴を上げてるわけですから、さあな、どういうことなのかご本人に説明していただくとしよう。単なる説明不足でして失礼いたしました。なるほど、また嘘を重ねそうだな、この人。私、自分がどうやって目撃したかきちんと説明させていただきます。模範囚なんですからね、きちんとお願いしますよ。響きますからね、うん、いろいろね。これは囚人の間では有名なテクニックなのでございますが、右手の腕輪だけ、室内に残して体を乗り出しても警報は鳴りません。はあ、なるほど、なるほどね。そうして隣の部屋の扉についている窓から覗いたら、そんな ややこしいやり方したの。すると男の人が死んでいたので悲鳴を上げてしまいました。え、なんでわざわざそんなことすんの、っていうかなんでそんな気になったの、隣、そんなややこしいやり方してさ。作業部屋 B に腕だけ残して隣の部屋を覗いていたわけか。もう旗から見たら気持ち悪いな、それな。他言無用でお願いします。特に監修にはそのね、なんでそんな危険を犯してまでさ、ちょっとでもずれたらあなたにね、電撃が流れるんじゃなかったっけ。違うか、電撃は流れないな。なんでそんなリスクを犯したんですかね。他のことも詳しく話を聞いてみるとしよう。隠してそうだな、何か。これは囚人の間では有名なテクニックなのでございますが、右手の腕輪だけ室内に残して、いやでもさ、おかしくないか、そのわざわざそんなことするのって。それでささやかな自由を得ているというわけか。さようでございます。これが唯一の楽しみでして。そうなの、呆れた楽しみだな。本当に反省しているのかね。覗き趣味ってことでいいんですか、それは。もちろんでございますよ、私模範囚なんでございます。もうなんかやたらそれを語尾につけたがるけどさ、模範の意味が甚だ怪しいが、とにかくあなたはそのテクニックを使ったのかな。さようでございます。はい、監視の目を盗んでこっそりと、そして隣の部屋の扉についている窓から覗いた。はあ、どうしてわざわざそんな面倒なこと。隣の部屋から物音が聞こえたのでございます。誰もいないはずでしたのでおかしいなと。あなたは物音がしてすぐに作業部屋を覗いたのか。ええ、もちろんですと、素早く覗かせていただきました。なるほどな、音がしてすぐに覗いた。問題はなかったか。すぐに何だろう、音がしてすぐに とりあえず問題があるにしてみようか、わかんないんだけどね。あなたは物音がしてすぐに隣の部屋を覗いた。ならばあなたが見たのは死体だけではないはずだ。そうだね、犯人もいたかもしれない。そこにしかも、なんだっけ、囚人用のゴム手袋もありましたから、囚人が誰かいたかもしれない。その時にはまだ物音を立てた張本人が部屋にいたはずだ。それはあの人あからさまに動揺してますよ。いや、見たなら言ってくれませんか、山野さん。あなたが何を見たのか正直に答えていただこう。ゆすられてんのかな、この人、誰かに。ひょっとしてこのまま黙っているつもりならば、あなたが犯行に関わっていると判断せざるを得ないな。そうですね、確かにね。すいませんでした、
私自分の見たものが信じられなくて。何を見たんですか？夢かもしれないとお話しするのがためらわれまして。はっきり言ったまえ。では正直に申し上げます。犬でございます。犬？あ、犬、犬ってあれか、あの、あいつか。最初のね、このエピソードの冒頭にもありましたが、あの犬。そうかそうか、黒い大きな犬が被害者の首筋に食らいついていたのです。やっぱり犬がやったのか。なんだと、地獄のような光景でした。あの犬が殺したのです。これ犬嫌い増えるんじゃないの。これ私なんだか気分が悪くなってきました。なんとも壮絶だね。見たらトラウマになりそうだ。恐ろしくて恐ろしくて悲鳴を上げたのでございます。刑務所動物園に人食い犬だとあり得る。そんな名前の動物園だったらあり得そうな。黒い犬、あれでしょ、あの鈴ついてるやつでしょ。これが全てでございます。信じていただけますか。信じよう。嘘でも思いつける話とも思えないからな。証言に加えていただけるだろうか。かしこまりました。はあ、犬か。すると男の人が死んでいたので悲鳴を上げてしまいました。男の人が死んでいた。あ、そんなに細かく見えたの。その男だが詳しく覚えているだろうか。もちろんでございます。確か頭は金髪で喉元が血まみれでございました。やけにはっきり覚えてるな。バカにしてるのかね。死んでいたなら当然だろう。念のため見たままを言っているんでございます。弁護士様は細かい点がいろいろと気になるものでしょう。これなるほど、そんなこと言ってるんじゃないの。そこはかとない悪意を感じる。弁護士に嫌な思い出でもあるのだろうか。しかも黒い犬が首に噛みついていたのです。黒い犬が首に噛みついていたと。犬か。私によく吠えかかってくる。あいつだよね。そうか、犬か。黒い犬は被害者の首に噛みついていた。血が流れ出して犬の口にべっとりと。うわ、怖いわ。ストップストップ、そんな細かく話さないでよ。その時被害者は、いやいやいや、聞かないと。そこはみくもちゃん、どうしておじさんを殴るのかな。男の方はピクリとも動きませんでした。すでに命を落とした。命を落とした後に犬が。それでも首から血がドクドクと流れ出しておりました。すでに絶命した後だったのでしょう。手はピクリとも動かず。それは確かに恐ろしいわ。いやいや、私はただ正確な証言を。ミスルギ様、証言に加えた方がよろしいでしょうか。そうしていただこう。恐ろしい、本当に恐ろしいことでございます。すでに絶命した後だったのでしょうか。後だったのでしょう。手はピクリとも動かず。手はピクリとも動かず。手か。ここかな。確かシートでさ、シートでくるまれてたから手元は見えなかったんじゃないか。ひょっとしたら手はピクリとも動かず。ずいぶん臨場感のある証言だが、かぶりつきで拝見させていただいたもので、死の間際の苦しみは手に取るように伝わってまいりました。ミツルギさん、私はもう今夜は寝られません。そうかね、それは大変だな。ミツルギさんはぐっすりだ。もう怖い思いしてるのはミツルギさんのせいですからね。私も今夜は悪夢を見そうです。今でもはっきり覚えておりますが。
雪の印が入った指輪が虚しく輝いていたのを目にいたしました。ちょっと待て これはさ、待って、これは確かシートで隠されていた気がする。確かシートをはぐったからやっと俺らは見つけられたんだよ、あの指輪ね。え、なんか三雲ちゃんがちょっと狙ってたやつ。そうだよね。そうなんだよな。どっちを突き刺したらいいんだろうな。死体本体というか死体の所見メモか、それともこのシート。まあ所見メモじゃあ。よし。ということはね、多分この人はきっと中に入ったんでしょうね。中に入んないとそんな見えないもんね。ってことはシートをかけたのはこの人ってことになるな。雪の印が刻まれた指輪？ええ、そうでございます。指輪の表面にくっきりと刻印が。おい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 。なるほど。あなたの証言は正確だ。しかし少し正確すぎるようだな。そうだな。あなた本当にそれめちゃめちゃ間近で見たような風に言うけども。正確で何が悪いのですか？あなたは確か、あれでしょ、中には入ってないわけだよね。あの、入り口でさ、てか中にそもそも入れないからね。あの、扉にはセンサーがあるわけだから。ちっちゃいこの小窓から見たんでしょ？こんなの前もあったな、あなた。山の星子さん前も前もそんなんだった気がするな。あなた、雪の印が刻まれた指輪を見たと証言した。確かに被害者は指輪をしていた。これは間違っていないでしょう。ところがそうはいかないのだ。この写真を見ていただこう。見ての通り、右手にはシートがかかっている。指輪の刻印など見えるはずがないのだよ。死体に近寄ってシートをめくりでもしない限りは。またあなた、手癖が本当に悪いな。あなたは作業部屋の、扉から目撃しただけのはずだ。それにしたら随分細かいところまで見えたのだな。どうやって入ったんだ、でもまず。あんた何なんだ、さっきから偉そうに。私は見たんだよ。そうだ、きっと私が見た後で被害者の腕が動いて、いやいや、即死でしたから。そうはいかない、あなたは先ほど言ったはずだ。男の方はピクリとも動きませんでした。すでに命を落とした。そうだね、被害者はすでに亡くなっていた。腕を動かせるはずがないだろう。さあ、もういい加減本当のこと言ったらどうでしょうか。こいつはかなり怪しいじゃないの。山の星を貴様何を隠している。模範囚って言ってましたよね。いや、私はその違うんだ、見たのは確かに。もう言った方がいいよ、あなた疑われちゃうよ。なんで投げつけんだよ、毎回それ。うるせえんだよ、細かいことぐじぐじと。逆転裁判1の時と一緒やねんかよ。弁護士の助手風情が本性を表したら、弁護士にトラウマになりそうだな、この人。おっと、猫をかぶっていたみたいだね。かぶっていたのは猫じゃなくて毛だけども、随分毛の長い黒猫だったな。飛んでっちゃったけど。俺は善意の目撃者なんだよ。善意の目撃者か。いや、あなたは絶対その指輪目当ての、あなたが本当に善意の目撃者なのか、非常に疑問だと言わざるを得ないな。なんだと？あなたは部屋の外からでは見られないはずのものを見ている。なぜそんなことが可能だったのか。シンプルなロジックだ。どうやって部屋に入ったんだ。山田さん、あなたはこっから死体を目撃したのだ。まあ、作業部屋 A の中ですよね。じゃなきゃ考えられないよな。あなたは死体を発見したとき、死体のあった部屋の中にいた。指輪の刻印を見ている以上、そうとしか考えられない。どうやって入ったの？この人。へえ、そんなこと言ったって、証拠がねえだろ。あ、ゴム手袋ってこの人のやつかな、ひょっとして。そうだね、指輪の近く、あ、そうだね、多分そうだわ。俺が死体があった部屋にいたっていう証拠よ。あの時はちょうどペットの手入れをしていたんだよ。死体が発見された部屋の隣でな、わざわざゴム手袋まで貸し出してもらったんだ。俺が
死体があった部屋に行った証拠があるなら見せてみろよ。今ゴム手袋って言ったな、お前落ちてたぞ。山野さん、あなたは死体発見時に何をしていたのだったかな。だからトリマーになるために練習をしていたんだよ。なるほど。それではこのゴム手袋に、あ、ゴム手袋にってゴム手袋に見覚えは。あ、それは、これは死体の近くで発見された。犯人が落としていったと思われる。ところであなたもエプロンにゴム手袋を下げているが。あ、本当だ、下げてるわ。いや、これは別物だ。あれ1個しかないんじゃない、ひょっとして。どうも片方足りないように思えるのだが、お前じゃねえか完全に。そんなゴム手袋なんかこのゲーム所内にいくらでもある。いや、でもちゃんと管理してるらしいですよ、監視の人たち。何の証拠にもならないんだよ。このゴム手袋は警察に渡して指紋検出をしてもらうとしよう。きっと興味深い結果が出るだろうな。終わりだよ、クロー。終わったな。